じめまして、高木拓也です。これを旅、YouTube を始めることとなりました。よろしくお願いします。まず自己紹介からさせてもらうと、今はもうこう髪の毛赤いんですけど、美容室の社長をしてて、原宿と渋谷とあと大阪ですね、全部で8店舗経営しながら、自分たちの美容室がですね、オーシャン東京っていう美容室なんですけど、ワックスとかシャンプーとかジェックスとかスプレーとか、皆さんの普段のライフスタイルを豊かにするようなものになったらいいなと思って、プロが作る本物の市販商品みたいなのを、全国1万5000店舗とかセブンイレブンに商品を置かせていただいて、そういうものを、プロデュースしながら、美容師をやってます。経歴が、日本最大のコンテストって美容の作品コンテストみたいのがあって、だいたい2万作品からこう1位を選ばれるような作品があるんですけど、それを2017と18と19ですね、3年連続日本一を取らせていただいて、基本的には日本一の美容師と呼んでいただけるようになりました。で、神カリスマっていう日本の美容師のミシュランみたいなのがあるんですけど、それも三つ星を持ってまして、ほとんどの雑誌の1位とかそういうメディアのランキングっていうのは取らせていただいたんですけど、なんかもう34歳で YouTube ってね、正直どうなのかなと思っている部分もあったんですけど、うちのスタッフの子たちもいっぱいね、皆さんやってるんですけど、ちょっと今の個人的に自分的に思うのは、ちょっと貪欲さがなかったなと。もっと必死にこう年だからとか社長だから YouTube をやらないとか思ってたんですけど、ちょっとそういうのをもっと貪欲に必死こいてやった方が、日本の美容師ってすげえんだぞっていうのを日本だけじゃなくて世界に広めたいなと思って、この YouTube を始めることを決めました。なので、美容師さんのね、素晴らしいとことか、僕以外のうちのスタッフもそうだし、これからうちのエースになってくるだろうって子たちをこのチャンネルで、紹介していけるようになったらいいのかなと思って、それプラス自分の考え方とか、こういうことを仕事あるんだよ、美容師ってこれぐらい夢あるんだよっていうことをこのチャンネルを通してお伝えしていけたらいいなと思って始めます。なのでできるだけ頻繁にアップしたいんですけど、そのタイミングを見ながらちょこちょこアップしていけたらいいのかなと思ってます。チャンネル登録といいねを、ぜひ押してください。どうする？